どうも。おはようございます。どうもショータイムゴルフです。今日は勝也とゴルフフェアを回っていきたいと思います。しかし、あやべ変なとこ押しちゃった。僕がお世話になってる富士クラス、はい、で新しいシャフトが SLK。なんか TR と何が違うんですか。これはドライバーを短く短尺用のシャフトです。はい、通常のクラブよりも1インチぐらい短く組んでもらって、はい、ヘッドに重さを足さなくてもバランスが出るっていう、はい、なので、まあ、短くしてミート率を上げてもらうようなシャフトですかね、はいはい、飛距離とかって変わったり、飛距離は基本的にはヘッドスピードは曲がりはしないと思うんですけど、ほとんど基本ミート率が良くなる。で本当はクラブを短くしちゃうとボールって上がりにくくなったりとか、はい、あとシャフトが硬くなっちゃうっていうのを、ちょっとシャフトの設計そこはうまく変えてるような感じですね、うん、こちらはこっちがデイトナスピーダーっていうやつなんですけど、はい、これはもう今この地球上にある一番いい素材をひたすら集めて、で全長に全て入れてもう贅沢の限りのシャフトです。だからちょっと値段も高いですよね、はい、一応ここに書いてあるみたいに、まず最先端の M40X っていう、これは出たばっかりの素材を使って、はい、あとは90トンカーボンっていうのと MR70T1100G っていう各メーカーさんの一番いいカーボンの材料をシャフトの全長に全部入れてるような超贅沢なシャフトというのは、はい、今使用されているプロとかっていらっしゃる、女子で、はい、このダイキンから持ってって今、2、3人使い始めた感じですよね。結構ヘッドスピードがこのインパクトゾーンですごいヘッドが加速する感じがあるので、まあ、それで結構ヘッドスピードが上がるとか飛んでる感じがするので、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。オープンでキャディー、あ、そっか、はい、カツヤと一応動きますね。カツヤと一応全員じゃないし今度行きますお店。あ、ぜひ、はい、お願いします。めちゃめちゃいっぱい乗せてもらって翔太くんのおごりで行きます。ヤードの公式記録を持つワールドクラスの25歳、ミライトワークス所属畑地隆弘選手の登場です。どういう方いますか。10歳の頃にお父様と2人の兄弟と共にゴルフ練習場に行き、自分が一番下手だったことでやる気に火がついて猛練習。高校時代は日本ジュニア3位などの成績を残しました。来年には翔太このステージに立つんでしょ。来年のプロ宣言、昨年の阿部真選手が取り組みました。それではご紹介させていただきます。大丈夫ですか。いいよいいよ。あ、いいですか。取った、あ、軽く軽く取った。なんか忙しそうだから行くか。忙しそう。ああ、ちょっと商品見てみる。続いて藤田博之選手の登場です。はい、ありがとうございます。これって何ですか。こっちは実験なんですけど、はい、ちょっとこっちで試してみます。売店商品をつけたのをつけてないので、ちょっと実験してますね、はいはい、あー、なるほど。こういった感じで持っていただいて、はい、この方が持っていただいて、そのまま上に持ち上げてもらっていいですか。この負荷っていうのをちょっと覚えてみます。で、今度この商品をつけてもらって、あ、いいですよ、そのまま。これでちょっと伸ばした状態で持ってみてください。軽さ違うのかな。いや、そう、もしかしたらアグレッシブの量とかで結構変わってくるので、ぜひぜひ、この状態を待っています。軽い軽い、分かった。そこ打ち上げ出てきたりするので、要は体の中にある電気っていうのは乱れたりすると重つけてみてもいい。ぜひぜひ。サイズが2種類あるので、素材がどんどんでかい。これでちょっと、もしあれだったら、これ16センチです。
これをつけてこれやってもまた変わります。変わります。ちょっとやってみていいですか。まず、これは重いですね。ごめんなさい。軽い。そんな変わる。本当に変わる。俺ね、あの騙されやすいタイプだから。外してもらってまた持った時はちょっと重く感じます。あ、ちょっと重い。これすごいですね。そうなんですよ。これが本当に直接的にゴルフに。そうです。これがもう全部商品に加工されているっていう。なるほど。ちょっと1個買っていいですか。買うの？買おうか。だって2000、3000円くらいですよね。そうです。2500円ですね。大丈夫。ちょっと。じゃあ、せっかく来たんで買います。おー、購入。購入で。今のちっちゃいサイズで。ちっちゃいサイズで、色もこっちでしょ。そうです、ね、時間限られてるからね、どんどんやっていこう。あれ、直道くんじゃない？え？あれ、直道くんじゃない？本当だ。話お兄さんも使ってるんです。紫使ってます。あ、紫お久しぶりです。あれと思って。あれですか、ショータイム頃ですか。撮っちゃって大丈夫。あ、もう全然大丈夫です。紹介してあげないの。高校サマーキャンプだよね。そうです、僕サマーキャンプだ。サマーキャンプで、はい、一緒だった1週間ぐらい。直道くんです、はい、バカマの営業さん。今でも普通に試合とかも出てます。どんな試合出てる。関東アマとあと県アマですよね。はい、ちょっと直道君にとっておきの商品を。とっておきの商品ですか。ちょっと教えてもらいましょう。はい、まあバハマだと今ちょっと展示してあるんですけど、このアイアンがあのカスタムで色変えられるんですけど、やばいね。すごい、あの特注でいろんな色できるんで。ちょっと見ていい。はい、もちろん。ここの、これはネジが一応あの重り。そうです、重心を PXG 的な。そんな感じです。パクリじゃないですか。パクリじゃない。シャフトは、シャフトはあのうちのオリジナルのバジュールっていうシャフト。EB33 ってモデルでめちゃくちゃ飛びます。やば。インパクトあると思います。いや、これこういう感じでスワロフスキーとかで落ち着かないの。加工もできますね。これね、特注です。ボール見えないよ。ちょっと視聴者プレゼント。視聴者プレゼント。ちょっと高いでしょ。そうですね、スワロフスキー通常でヘッドが7万のプラスタックスなんで、それでもね、うん、まあこれだったら10万前後ぐらいになっちゃう。15万さんだな。皆さん、これが欲しければチャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとう、直道くん。ありがとう、はい、ありがとうね。はい、とてもありがとうございます。いや、やべえな、バハマ。やばいさすが。でもさ、ブルピアの人来なかったんだね、うん、ね、バハマなのに使ってんのに。ああいうの、グッズとかもじゃあ取りに行きまくる。あ、そうなの。これ何？これはピンの QR コードをアクセスして6問のクイズに挑戦し、全部正解したら NVA をもらえるみたいな。あれ？やってみましょうか。やってみるか。ピングのクラブのピンだ。ピングのクラブの知識ゼロの状態でクイズ6問やってみましょう。読み方も知らないから。答えは全てパネルに書いてるみたい。なるほど。ですが、パネルを読まずにやってみたいと思います。はい、いきます。はい、前作 G400 シリーズがさらに飛びが進化した G410 シリーズドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、クロスオーバー、アイアンに至るまで全て共通しているキャッチコピーは、さらに飛びを
A プラス B 追加した C 装着した、まあプラスでしょうね。プラスでしょう。はい、書いてありました。次行きます。G410 ドライバーは空気抵抗を軽減した 455cc ヘッドとダービーレーターで速く振れるだけでなくピンの独自の高自動エースだから最大初速丸々に飛ぶ。マックスパワー、マックスキャリア。これは最大初速で前に上にさらに同じじゃないこれ。え、同じじゃないか。どこに書いてあるんだろう。マックス初速でこれ欲しいよね実際。当てに行きたいよ。当て狙っていくんですか。まあ、でも最大初速で前か上かさらに何がいいってやっぱ前でしょ。さらにじゃないの。さらに飛ぶだと普通じゃね。あっちにありますね。前にじゃないそうです。ほら前じゃないでしょ。どこにしよう。さらに。あの感謝ですね。あの女性の可愛い方に。はい、次 G410 フェアウェイウッドは最もボールに丸が伝わる理想的な重心位置へ。気持ち、祈り、パワー。これ絶対パワーでしょ。気持ちでしょ。気持ちが伝わっても意味ねえだろ。気持ち大事だけど。気持ち大事だよ。はい。4問目。G410 ハイブリッドはプレイヤーが求める弾道を可能にし狙い通りのショットを実現するため安心感のあるヘッド形状をロフト丸々角バンス角傾斜角雷角。これ雷角ですね。傾斜角傾斜角の何か物理の問題みたいになっちゃう。はい、5問目。 G410 クロスオーバーはミスにも強くブレないショットを実現するためシャープな形状と進化したヘッド頭側には前年比の約何倍の重さの比重、高比重。これはちょっと見ないと。これはむずいな。シャープな大側にはありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれちょっとね、これむずい。 1.3、1.4、1.5。 これはね、ちょっともう一回あのちょっとヒントもらいに行こうか。ヒントすいません、まあ、すごいあの難しい問題にぶち当たってるんですけど。あ、これ裏ですね。奥でちょっとじゃあ奥行ってみましょう。壁の裏。ありがとうございます。優しい。トビオプラス。ああ、もうね、こう側にはG410 優しいな。はい、6問目。 G410 アイアンはピンキャビティアイアン史上丸〇〇〇最多の色使い最大の初速最小のコストライン。まあ嬉しいのは B でしょうね。スコアラインな。え、スコアライン。スコアラインか最大の初速が嬉しいよね。やっぱね、うん、嬉しいの。結果を見ましょう。全問正解。はい、この画面をピンブースお姉さんの総合インフォメーションスタッフ。お姉さんじゃないの。お姉さんじゃない。お姉さんと話したいだけでしょ。どうせ話せなかったから。最後はお姉さんにお礼を言っていきましょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、マジでよっしゃ。お姉さんに話しかけてるの。お姉さんに話しかけたいだけだね。でしょ。あ、そうだよ。じゃあちょっと今の子可愛かった、ね。うん、やっぱね、気さくな子が可愛い。靴ひも結べる。
にあの綺麗めなお姉さん手先もらえる気に。よっしゃ、よっしゃ。じゃあちょっと話して。この綺麗めなお姉さん大丈夫ですか？こっちのね、あの、こっちの綺麗めなお姉さん大丈夫ですか？この手先とかって、はい、あ、そのままもらえるんですか？ぜひ、商品見ててください。あ、商品、ありがとうございます。はい、これなんていうね、カード。キングペガシス、モイドゴルフデパート去年12月にオープンした、ジクラブのメーカーでございます。東京の新宿で、新宿の、はい、オフィスの方あります。四ツ谷なんですけど、四ツ谷三丁目のオフィスで、あの、工房でクラフトマンがいて、カスタムでクラブを作りするように。あ、そうなんですか。はい、新宿って伊藤くんじゃないですか、ね、伊藤くんです。伊藤くんの工房じゃないよね。伊藤くんじゃないですよ。他でも青色、何この青色かっこいい、はい、かっこいい、あ、しかもなんかペガサスが入ってますよ。よく見たらペガサス、アイアンも結構おしゃれな装飾がついてます。ヘッドカバーがめっちゃおしゃれ。クラブもね、いいですよね。誰も持ってないからさ、ね、ちょっと通っぽくなる。ありがとうございました。まだ誰も持ってない。そう、まだ誰も持ってないから。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあちょっとね。どうも。僕はあの若い方よりあのお姉さんの方が好みだったんで、あっちに。なるほど。次はどうぞ、綺麗な YouTube YouTube 大丈夫です。グリップエンドにつけるような、そうです、グリップエンドにつけるだけで、はい、あの距離の測定と、まあ、全部データで、もうスマホで見れるような、そうこうやってもうあの、航空写真でかつあので自分のショット履歴を全部データで、バッキバキの携帯で申し訳ないんですけど、日本のゴルフコースは大体もうじゃあ、そうですね、関東圏はもう間違いないです。で、あのもちろんそのショット検知じゃなくてショットの記録もそうなんですけど、距離測定器としても結構有能で、例えば横浜さんのラウンド会場をすると、もうその場でもう航空写真で指を置くだけでそこまでの距離が分かります。ああ、すごい。で、上が白い数字が、実際の距離、緑の数字が、風と高低差になってます。あ、そこまで出るんですね、はい、で、例えばこの下の数字が、下の部分がティーグラウンドから打ちたいところで、上の数字が打ったところからグリーンまで、なので僕の場合は150ヤード残したいとかいうのもこれで合わせて、じゃあ214ってことね。めっちゃ楽っすよ、ね。そんで、まあ、さっきデータ蓄積って言ったじゃないですか、はい、データを蓄積すればするほど今214打つにはあなたは5番打った方がいいよねっていうのをおすすめします。ここまでやるのがあのアーコスキャディー、アーコスキャディー機能ですね。これがアーコスです。練習場とかでも、いや練習場、これはあくまでラウンド、そうスポーツ用の、だから振り返りにはすごいいいですよね。航空写真でできるんです。ちなみにお値段は、これで32,800円、税込み。あまり高くないです。税込み32,800円が税別です。じゃあレーザーとか買うよりかはね、おっしゃる通り、その通り。だから特典がいっぱいついて、距離測定機能とあとそのデータ蓄積を考えればかなりおすすめの商品。キッチャーうまいわ。え、商品紹介うまいわ。うまい。もうアドリブでパパと、ね、ああいう風にやんなきゃダメだよ。そうだ、でもさ、毎回さ、あの最初がめっちゃ緊張すんだけど。わかる。話しかけていいのか。これはどう、一体が入る。はい、チーズ。 OK。インスタであげればいいですか。はい、ボールチェンジャー。はい、よっしゃ。これでも4打で上がるとか絶対無理だから。あー、無理だね。無理だよね、これ。絶対もう次奇跡が起きない限り無理。ガチ
肩めっちゃ見てた。うおお、すげえ。ナイス。今3打で、こうだね。これ1打で決める。1打で決めればいいってことです。おお、入る。ナイス。入った。ナイスです。すごい。はい、かっちゃんが3打目。あ、1打目。さあ、池越えです。池越え。A 賞、A 賞、A 賞、素晴らしいです、ね、素晴らしかったですか、どうですか、撮れました、YouTuber、ありがとうございます、ショータイムゴルフさんですね、ショータイムです、はい、こんにちは、見てます、ありがとうございます、すみません、ペン忘れちゃったんですけど、あ、はいはいはい、4打で行きました、4打、1、2、1で1、素晴らしいです、ありがとうございます、では、復旧してたんで、おいっしゃ、じゃあここで、これで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスエン。あ、センキュー。どうする、並ぶ？いや、時間ない、時間ない。休憩。すまんね。すまんね。あげるよ、じゃあ。いや、いらんよ。ふざけんな。はい、じゃあ、タイプで出ますけど、どうなんでしょうか。はい、お願いします。でも全然いいですよ、でもちょっと、ちょっと本気出してくださいよ、そうですね、ちょっとね、感じまくるはありますから、これどうにか、おお、いいヘッドスピード、かっこいい、これはじゃあ、どう？おお、あー、素晴らしい。一番いい数字出ました、71.7。 いやいや、頑張りましたよ、これ。いや、俺が行かなきゃいけないかと思ったのにね。行かなくてもいい。許していただきました、これ。完璧です、戻ってきてください。はい、戻ってきてください、お願いします。成長したね。11歳からの友達ですよ。成長したよ。今回これは同じスイープスローカー毎回できてるかっていう再現性をバックスイングの振り幅で見てます。従来の方ですね。ピースを作ってください。ピースです。最初からピースを出してください。3球打っていただいて、振り幅こんだけちょっと、全く同じじゃないです。皆さんもおっしゃってください。これで1回だけ練習なしで大丈夫ですか。ソロクラモノが毎回同じスイープができてるっていうことはこうやっていると思うんですよね。そんなにやっぱり同じストロークしてるってことは距離感も合わせやすいですし、よりまあお願いいたします、いきましょう、せーの、なんでこの安定性があって再現性が高いかというとですね、今回のこのストロークラモノと従来のパターンに比べてクラブとしての完成モノが高いんですね。完璧です。なので高いことはよりやっぱり同じテンポで振りやすいですし、触診性を増しますし、それは単純にシャフトをですね、シールからカーボンに変えているんです。それによって軽くした分ヘッドとグリップを重たくできるんですね、クラブ重量を変えずに。それによってクラブとしての完成モーメントが上がっているって感じになりますね。非常に私たちを見てすごくありがたいデータです。たまに逆の方いらっしゃるんで、そうすると何て説明しようかなと思っちゃうんですけど、全然違うね。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2名様にプレゼントしていきますので、振った感じどうですか？あ、違う？わかんない。振った感じはわかんないけどデータは違う。3本のライキングがターゲット狙いたいところに。
音か片付ける。ああ、そうだね。おいっす。おっ、ショータイムコーヒーの超ファンなんです。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっとあの写真撮れます？あ、いいっすもちろん。すいません、今ちょっと仕事中なんですけど。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、いいっす。ということで、ということで、ゴルフウェアをデイワン2人で回ってきました。いいっす。明日も来ます。明日も来ます。、はい、お疲れでした。明日はあの人が来ます。どんな人だ。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。はい。